バイブルベルトのおおよその広がりアメリカ宗教意識調査に基づく所属宗派の調査結果青はカトリック信者が多数派を占めた地域赤はバプテストが多数派を占めた地域赤が濃いほどバプテストと答えた人の割合の割合が多くなるバイブルベルトはアメリカ合衆国の中西部から南東部にかけて複数の州にまたがって広がる地域でプロテスタント キリスト教根本主義、南部バプテスト連盟、福音派などが熱心に信仰され、地域文化の一部となっている地域。同様に、キリスト教会への出席率の非常な高さも特徴になっている。社会的には保守的であり、進化論を教えることが州法で禁じられていたことがあるなど、キリスト教や聖書をめぐる論争の絶えない地域である。何をもってある地域を、 バイブルベルトの一部とみなすかについては、福音派プロテスタント人口の多さ、教会出席率の高さなど諸説あるが、主に歴史的要因も重視される。また、バイブルベルトという用語は、その地域の文化的保守性、反地性主義を揶揄するときによく使われる傾向がある。バイブルベルトの拠点は、最初に、プロテスタント信者たちによる入植地が築かれたアメリカ南部州にある。 大きく分けて、英国国教会の流れを組む、東海岸南部の米国聖公会と、スコットランド教会の流れを組む、アパラチア山脈地方の長老派教会に分かれている。南部地域は、13植民地時代には聖公会の画像であったが、19世紀に入ると、バプテスト教会系の宗派によるリバイバルが続いて、人気を集め、次第に非聖公会のプロテスタントの画像へと、 変化していきバプテスト教会特に南部バプテスト連盟が支配的な地位を占めるに至ったミシシッピ州では自分はバプテストの信者と答えた人の割合は55%に上った南部以外の地域別の主な宗派は北東部ではカトリックと主流派プロテスタントであり中西部と五大湖地方は宗派が非常に多様で支配的な宗派はなく西部は 世俗的な傾向が強く、ユタ州からアイバホ州南部にかけては、ボルモン教が中心となっている。自分が特に宗教的ではないという人の割合は、北西部のワシントン州で25%であるが、バイブルベルトでは、例えばアラバマ州ではわずか6%である。バイブルベルトという言葉の最初の使用例は、アメリカのジャーナリストでコメンテーターだったメンケンが1924年に、 シカゴでリートリビューン氏に書いた記事に見られる。はっきりした境界はないが、バイブルベルトはテキサス州から、北はカンザス州にかけて、東はバージニア州にかけて、南はフロリダ州北部にかけて広がっている。テネシー州ナッシュビルは普通、アメリカのミュージックシティと呼ばれるが、同時にバイブルベルトのバックルと呼ばれるほどの信仰の特に熱心な地域である。他にも、 同様に、バイブルベルトのバックルと呼ばれる町は、ボブ・ジョーンズ大学のある、サウスカロライナ州、グリーンビル、オーラル・ロバーツ大学のある、オクラホマ州タルサ、進化論を教えた、高校教師が、州法違反で裁判に問われ、有罪になった、スコープス裁判のあったテネシー州デートン、アビレエン・キリスト教大学のある、テキサス州、アビリーン、保守的立場からの聖書研究で知られる。 ダラス神学校のあるテキサス州ダラス、サウスウェスタン・マプティスト神学校のあるテキサス州フォートアースなどがある。アメリカ南部連邦の地図1861年から1865年人口統計から見ればバイブルベルトの西の端は実際にはテキサス州西部のほとんどとニューメキシコ州の東部、場合によってはニューメキシコ州までも含むとされる。しかし、 ここまでバイブルベルトを拡張する説はいくつかの疑問を残す。福音派プロテスタント教徒の人口統計上の多さがある地域をバイブルベルトに含ませる十分な根拠となるわけではなく、他の文化的、歴史的な特性も考慮する必要がある。文化的な特性から見れば西寄りの地方はアメリカ南東部とは 本質的に歴史が異なるためバイブルベルトから覗かれるべきだろう。現在一般に言われるバイブルベルトの範囲についても2つ以上の区域に分けることができる。少なくとも一番西のテキサス州を含む部分は他のディープサウスやほとんどの南東部諸州から見れば得意なため異なる区域に分けることができる。ここ数十年、 バイブルベルトは西や北に拡張しているとは言える。実際、福音派プロテスタント教徒は近年、アメリカ合衆国で著しく成長している。しかし、これらの拡張した地域で熱心な福音派と、最近見なされるようになった人口は、本質的には昔から信仰は変わっておらず、ただ以前は、バイブルベルトの一部をなすとはみなされていなかったのだろうとも言える。 アメリカ合衆国でバイブルベルトと推定されている地域は19世紀半ばに黒人奴隷の廃止に反抗しアメリカ連合国を1861年に結成し1865年まで南北戦争を戦った地域を含んでいる。バイブルベルトという用語は主に悪口としてまた反プロテスタントの論者によってステレオタイプな形で非常に宗教的と言われる。 地域や人々を指すのに使われる。この用語は、フラヨーバーカントリーや、ネガティブな意味の、ハートランドのように、特定の地域のことを指すための用語ではないが、しばしば国土の中央を貶めて語るのに使われる。政治的には、この用語はしばしば、キリスト教聖書に信仰を依存する、文化的保守主義者を一言で述べるのに使われる。 こうした現行のバイブルベルトという用語の使い方に反論する事実もいくつかある。アメリカ南部では現在プロテスタントが多数派であるが相当多くのアフリカ系アメリカ人の固定的な信徒がいるからである。フロリダ州の南東部の海沿いではアメリカ合衆国中西部の産業地帯同様プロテスタントの固定的な信徒の教会出席率は低い。 プロテスタントの教会出席率が一番高いのはテキサス州からノースダコタ州の平原に南北に広がるバイブルストリップである。全米のキリスト教徒で教会への出席率が一番高いのは毎日ミサに出席するカトリックである。また地理的に全米でキリスト教徒の教会出席率が一番高いのはバイブルベルトではなくカトリックが多数を占める東西領海岸である。 カトリック人口を多く抱えるボストン、ロサンゼルス、マイアミ、ニューヨーク同様、サンベルトソイも都市部では多くのカトリック人口を抱えているため、教会出席率は両海岸同様高い。ここ50年で一番大きな変化は、中西部の産業地帯とニューイングランドなど、東海岸でプロテスタントの教会出席率が激減したことである。中西部はプロテスタントが主流であり、 今でも活動的な信徒は大勢いる。一方、領海岸ではカトリックが増えプロテスタントが教会に行かないのでプロテスタント教会が減少した。これらのことがアメリカのプロテスタントの重心が東部から中部、南部へ移り、結果文化的、政治的にこれらの地域を分けてしまった。プロテスタントはカトリック以上に聖書教育を強調するため、 プロテスタントはカトリック以上にバイブルベルトという言葉に結びつきやすい。もし教会出席率がバイブルベルトと呼ばれるための鍵ならば、実はボストン、ロサンゼルス、マイアミ、ニューヨークなどこそがアメリカの宗教の中心と呼ばれるべきである。しかしバイブルベルトという用語は南部や中西部との深い関わりの中で、さらに左派が田舎の偏狭さや、 反知性主義と否定的に比較している、保守的な社会的政治的信念との関わりの中で、聖書を文字通りに解釈するような宗教的な人々を述べるのに使われており、そのような使われ方が広まってしまっている。一方で、バイブルベルトの側には、両海岸や、その大都会に対し、無心論的で堕落していて、罪の巣屈だとするようなステレオタイプが存在する。 実際は両海岸はカトリックが多く、バイブルベルトと同じくらい宗教的であるにもかかわらずである。ありがとうございます。